俺の田舎は四国。詳しくは言えないけど、高知の山のそのまた山深い小さな集落だ。田舎といっても祖母のふるさとであって、親父の代からずっと関西暮らしで親類縁者もほとんどが村を出ていたため、長らく疎遠。俺が小さい頃に一度行ったっきりで、足の悪い祖母は20年は帰ってもいないし、取り立てて連絡を取り合うわけでもなし。とにかく全くと言っていいほど関わりがなかった。成長した俺は免許を取り、ボロいデミオで大阪の街を乗り回していたのだが、ある日、どこぞの営業番が横っ腹に突っ込んできてあえなく廃車となってしまった。貧乏な俺は泣く泣く車生活を断念しようとしていたところ、例の田舎から連絡が入った。本当に偶然、近況報告みたいな形で電話してきたらしい。電話に出たのは親父だが、俺が事故で車を失った話をしたところ、車を一台処分するところだった、なんならタダでやるけどいらないか、と言ってきたんだそうだ。勝手に話を進めて、俺が帰宅した時に、新しい車が来るぞ、と親父が言うもんだからびっくりした。元々の所有者の王子が年食って狭い山道の運転は危なっかしいとの理由で、後日本当に陸送で車が届けられた。デミオヨカ団地でこっちの方がボロい。やってきたのは古い71マーク2だった。それでも車好きな俺は逆に大喜びし、ホイールを入れたり程よく車高を落としたりして、自分の赴くまま遊んだ。俺はこのマーク2をとても気に入り、通勤も遊びも全部これで行った。その状態で、2年が過ぎた。本題はここからである。元々の所有者だった王子が死んだ。連絡は来たのだが、一応連絡よこしましたみたいな雰囲気で、死因を話そうともしないし、お通夜やお葬式のことを聞いても終始茶を濁す感じで、そのまま電話は切れたそう。久々に帰ろうかと話も出たのだが、前述の通り祖母は足も悪いし、両親も専門職でなかなか都合もつかない。元より深い関わりもなかったし、電話も変だったのでその場はお流れになったのだが、ちょうど俺がいろいろあって、退職するかしないかの時期で暇があったので、これも何かのタイミングかと。俺が一人で高知に帰る運びとなった。早速、愛車のマーク2に乗り込み、高速を飛ばす。夜明けぐらいには着けそうだったが、村に続く山道で深い霧に囲まれ、日地も察知も行かなくなってしまった。多少の霧どころじゃない。マジの濃霧で前も横も全く見えない。ライトがキラキラ反射して、とても眩しい。仕方なく車を止め、タバコに火をつけ窓を少し開ける。うっそうと茂る森の中、離合もできない狭い道で暗闇と霧に巻かれているのがふっと怖くなった。カーステを絞る。何の音も聞こえない。いつも人と車で溢れる大阪とは違い、ここは本当に静かだ。マーク2のエンジン音のみが響く。何か聞こえる。なんだ？なんだ？何の音だ？急に不可解な、子供のような高い声がどこからともなく聞こえてきた。カーステをさらに絞り、少しだけ開いた窓に耳をそば立てる。声が近づいてきている。なおも霧は深い。急激に怖くなり、窓を閉めようとした。見つけた。体がカキンコキンにこわばった。なんだ、今の声。左の耳元で聞こえた。外じゃない。車内に、何かいる。子供の声色だ。はっきり聞こえる。左だ。車の中だ。なんだ。何を言ってるんだ。前を向いたまま。前方の霧から目をそらせない。局面のワイドミラーを覗けば、間違いなく声の主は見える。見えてしまう。やばい。見たくない。左耳のすぐそばで聞こえ、俺は気を失った。おい、大丈夫か？外から知らんおっさんに呼びかけられ、目を覚ました。時計を見ると8時半。とっくに夜明け。霧も嘘のように晴れていた。どうやら後続車が俺が邪魔で通れないようだった。大丈夫です、すぐ行きますんで。
すみません。そう言ってアクセルを踏み込む。明るい車内にはもちろん何もいない。夢でも見たかな。何言ってんだかさっぱり意味わかんなかったし。ただ、根元まで燃え尽きた吸い殻がフロアに転がってるのを見ると、夢とは思えなかった。到着した俺を大場たちは心よく出迎えてくれた。電話で聞いていた雰囲気とは打って変わってよく喋る。王子の葬式が済んだばかりとは思えない元気っぷりだった。とりあえず線香をあげ、茶を入れていただき会話に花を咲かせる。道、狭かったでしょう。朝には着くって聞いてて全然来ないもんだから、崖から落ちちゃったかと思ったわ。いやーそれがですねー、変な体験しちゃいまして。今朝の出来事を話してみたが、途中から不安になってきた。ニコニコしていた大葉たちの表情が目に見えるように曇っていったからだ。モリモリ様だ。まさか、じいさんが死んで終わったはずじゃ。モリモリ？なんじゃそりゃ、ギャグか？あんた、もう帰り。帰ったらすぐ車は処分しなさい。なんだって？こないだ車庫帳入れたばっかりなのに何言ってんだ。それに来たばっかりで帰れだなんて。どういうことか理由を問いただすと、大葉たちは青白い顔でいろいろと説明してくれた。俺はモリモリ様に目をつけられたらしい。モリモリとは、モリ守りと書く。モリモリ様はその名の通りその集落一帯の森の守り神で、モリモリ様のおかげで山の恵みにはこと欠かず、山肌にへばりつくこの集落にも大きな災害は起こらずに済んでいる。ただしその分よくたたるそうで、目をつけられたら最後、魂を抜かれるそうだ。魂は未来永劫モリモリ様に囚われ、森の肥やしとして消費される。そういったサイクルで、不定期だが大体2、30年に一人は地元の者が被害に遭うらしい。と言っても無差別に生贄みたいなことになるわけではない。モリモリ様は森を荒らす不浄なものを嫌うらしく、それに対して呪いをかける。その対象は獣であったり人であったり様々だが、とにかくいらんことした奴に姿を見せ、子供のような声で呪詛の言葉をかける。姿を見た者は3年と経たず取り殺されてしまう。おそらくアムアもうなっていたのが呪詛の言葉？流れとしては、山に対し不利益なものをもたらす人間に目をつけ、呪いという名の魂の受け取り予約をする。じわじわ魂を吸い出していき、完全に魂を手に入れた後はそれを燃料として森の育成に力を注ぐ。そういう存在なのだそうだ。今回の場合、王子が2年前に行かれたらしい。それもあのマーク2に乗っている時に。モリモリ様を迷信としか思っていなかった王子は、山に不法投棄している最中に姿を見たそうだ。方法の手で車を走らせ逃げたそうだが、ここ最近は毎晩のようにモリモリ様が夢枕に立つと言って、ある日大葉が朝起こしに行くと心臓発作で死んでいた。だが王子だけでなくおそらく車も対象になっていて、それに乗って山を通った俺もたたられてしまった。というのが大葉たちの説明と見解である。そんな荒唐無稽な話信じられるはずもなかったが、今朝の出来事を考えると、自然と体が震え出すのが分かった。何より、大葉たちの顔が真剣そのものだったのだ。大葉がどこかに電話をかけ、白い服を着た老婆が現れた。聞くところそいつは村一番の年長者で事情通らしいが、そのババアも大葉たちと大体同じような見解だった。どうにもならん。かわいそうだが諦めておくれ。そう言い残しさっさと帰っていった。俺が来た時の明るい雰囲気はどこへやら、すっかり重苦しい空気が漂っていた。すまない。お父さんが連れて行かれたからしばらくは大丈夫やと思ってたんやが。すまない、すまないとみんなしきりに謝っていた。まあ勝手に来たのは俺だし、怖いからそんなに頭を下げるのはやめてほしかった。王子が車を手放したのは年が云々ではなく、単純に怖かったのであろう。そんな車をよこした王子にムカついたが、もう死んでるのでどうしようもない。とにかく、急にこんな話をまくし立てられても頭が混乱してほとほと困ったが、呪詛の言葉をかけられた以上どうしようもないそうなので、俺は日の明るいうちに帰ることになった。何せ、よそ者が出会った話は聞いたことがないそうで、姿を見てない今のうちに関西へ帰って車も捨ててしまえば、モリモリ様も手を出せないのでは、という淡い期待もあった。
どうやら姿を見てないというのは幸いしているらしい。大場の車に先導されて市内まで出て、そこで別れ俺は一目散に関西へ帰った。二度と来ちゃいかん。このことは早う忘れなさい。大場は真顔だった。帰った後、すぐに71マーク2は言う通り処分し、こないだ新しく100系のマーク2を下ろした。マーク2が好きなんだなきっと。信じてるかと言われたら7割ぐらい信じてない。家族にも話してみたし、親父は直接あっちと電話もしたそうだが、それでも信じてないというか、いまいち理解できない様子だ。肝心の祖母はボケてきてどうにもこうにも。気がかりなのは、村を出る道すがら、山道で前を走る大場の車の上に乗っかってずっと俺を見てた子供。あれが多分モリモリ様なんだろうな。